ロサリオ村はカルテルの捕虜収容所に変えられてしまった。監視室を調べて捕虜たちの情報を見つけ出して、行方不明者の手がかりがつかめるかもしれない。シカリオがいるぞ。拠点の入り口付近だ。武器が設置されてる。気をつけろ。警報が取り付けられてるぞ。警報を停止した。発電機を見つけた。もう奴らは電気を使えない。ドローン展開。新たな敵を発見。シカリオを2人確認。通信機材の入った箱の近くだ。あいつで5人だ。こっちにカルテルのメンバーが2人いる。場所を教えてくれ。土のうだ。見えるか。了解だ。移動する。合図をくれ。タンゴダウン。ガンタレットを発見。あいつで10人になる。サブマシンが思ったターゲットがいる。了解。配置につく。戦闘準備完了。タンゴダウン。カルテルのメンバーが一人いる。
移動する。合図をくれ。了解、配置につく。戦闘準備完了。監視の部屋に間違いなさそうだな。捕虜の記録を残してるとすればここのはずだ。中を調べるぞ。PC があるぞ。捕虜の記録はここに入ってるはずだ。中身を確認してる暇はない。残らずダウンロードしよう。ダウンロード開始。周りに警戒しろ。ダウンロード完了。脱出してデータをボーマンに渡す。役に立つといいが。カルテルは重要な捕虜をラ・カルセル・デル・プエブロという山奥の収容所に入れている。捕虜を解放して行方不明者に関する情報を聞き出して。これだけの規模なら停電で自動的に鍵が開くようになってるはずだ。発電機を潰すか。そうだな。見つけるぞ。よし、これで独房の扉は開いたはずだ。捕虜に話を聞こう。行方不明者の情報を集める。かなり警戒してるな。了解。準備完了。合図をくれ。撃っていいぞ。反乱軍がカルテルと交戦中。援護するか。
撃て。教えてほしいことがある。サンマテオの行方不明者たちがどうなったか調べてるんだ。みんな行き先はエルポゾレロだ。地中メーカーか。だが死体はどうしてる。どこだ。ドラム缶に死体を入れて、あとは大量のレヒーヤをかけるんだ。わかるか。ああ、火星ソーダか。そう、火星ソーダだ。何日か経って中を見ると死体はなくなってる。これで名前がわかった。もっとエル・ポゾレロの情報がいるな。行方不明者がどうなったか知ってるのは奴だけだ。光線開始。ルーペ・ベラというボリビア人ジャーナリストがサン・マテオの行方不明事件を追ってる。彼女を見つけて情報を引き出して。ジャーナリストは最後に確認された場所に近づいてる。見つけて行方不明者の情報を聞き出す。カルテルの連中も彼女を探してるはずだ。いやあ、どうも。何の用だ。ルーペ・ベラってジャーナリストを探してる。俺たちも探しているが、一足遅かったようだ。カルテルの拠点に連れて行かれた。救出するのか。ああ、厳しいがな。警備が厳重な上に、こっちは人手不足だ。俺たちが協力する。ベラを助けに行くぞ。なら早く行こう。時間がない。急ぐぞ。先に行ってくれ。撃て。ミルコ。名前は。私はルーペ・ベラ。こんな目にあってまで続けたくはないけど、ジャーナリストよ。あなたたちは何者。カタリの協力者だ。行方不明になった人たちについて調べてる。近くに反乱軍の隠れ家が。なら取りに行くぞ。サンマテオに限った話じゃないの。ボリビア中で人がさらわれてる。カルテルだけじゃなくて、ユニダッドも一枚噛んでる。ユニダッドは一般市民を拷問で攻め殺した時、ここで証拠を隠滅してる。サンタブランカは平気で死体を放置してるだろう。敵対するカルテルのシカリオが殺し合っても誰も騒がない。隠れ家はすぐそこよ。よし、サンマテオの行方不明者について教えてくれ。対処が必要だ。当たり前かもしれないけど、行方不明者は全員殺されてるでしょうね。カルテルが死体の回収に使ってるトラックのメモがあるわ。
ゴミ収集車みたいに決まったルートを通ってるみたいよ。それだけか、ルートとかスケジュールは。詳しいことは何も。この情報をつかむのだって苦労したんだから。今分かってるのはトラックが着いた先で死体を処分してるってことだけ。私の記事はどうなるの？自分の家族の行方を知りたがってる人が何百人もいるのよ。真実を広めるのはあんたの仕事だ。助かった。またどこかで。ノマド、ロサリオで回収してくれたファイルを見たわ。行方不明者の手がかりはなかった。エル・ポゾレロの情報はないのか？配送トラックの外見以外何もわからなかった。山道をさまよって中に乗った人と一緒にいつの間にか消滅するみたいだ。でも超常現象が起きてるわけじゃなさそうよ。ロサリオのファイルにトラックのルートに関する情報があった。今送るわ。運転手を捕まえて最終目的地を聞き出すのよ。遺体はそこにあるはず。了解。私はパーク係を待つ。あなたはトラックを追って。サンマテオ中の死体を回収してエル・ポゾレロという人物に届けているトラックがあるそうよ。死のトラックなんて呼ばれてる。トラックを止めて運転手にエル・ポゾレロの居場所を吐かせて。行こう。市場まで頼む。準備はいいか。攻撃しろ。交戦する。武器は持ってないぞ。クリア。俺たちがいることに気づいてる。気をつけろ。エル・ポゾレロか。おいおい、あんな悪魔と一緒にするなよ。トラックは運転してるけどそれだけだ。奴の名前と居場所は。名前はラウール、ラウール・ムリオ。本当に奴と会いたいのか。俺は奴の居場所を教えろと言ったんだ。何度も言わせるな。分かったよ、教えりゃいいんだろ。でも行ったらきっと後悔するぞ。ボーマ、ノマド、運転手からエル・ポゾレロの本名を聞き出した。ラウール・ムリーヨ、居場所も判明した。よし、ムリーヨの名前で身元を調べて何か分かればそっちに送るわ。おかしなことにカルテルの連中はまるで疫病のようにエル・ポゾレロを避けてる。彼の噂を聞かないのはそれかしら。今回は不確定要素が多い。目標は生かしたまま確保して。でないと行方不明者がどうなったかわからないわ。ボーマンからファイルが送られて。小さい頃線路の近くに住んでたわ。列車が通るたび母のベッドに潜り込んでた。そのたびに怪物なんていないから大丈夫と言ってくれた。あれは大嘘だった。エル・ポゾレロ、別名シチューメーカー。痕跡を一切残さずに死体を消し去りたいとき、カルテルは死体をサンマテオに送る。はじめにエル・ポゾレロは遺体をドラム缶に入れて火星ソーダ、つまり水酸化ナトリウムで満たす。そしてドラムを覆い時々かき混ぜる。丸一日経てばドロッとした溶液が残ってる。シチューみたいなね。溶液は掘った穴に注がれ、残った歯や骨は粉々に砕かれる。去年サンマテオでは300人以上が行方不明になった。被害者の家族はその生死もわからない。埋葬もできない。諦めもつかない。被害者たちの末路を知っているのは彼らを溶かした怪物エル・ポゾレロただ一人。エル・ポゾレロの、エル・ポゾレロの居場所が分かった。捕まえて私のところへ連れてきて。聞きたいことがたくさんある。
んか匂うな。なんだこの匂い。死だ、死の匂いだ。ポゾレを確認した。生け捕りにするんだ。いいな。準備はいいか。撃て。コピー。手を挙げろ。おい、手を挙げるんだ。ああ、こんにちは。いつもの人たちより背が高いね。奴らの幹部が逃げようとしてる。やらだ。俺すいやばいよ。マドレス。になるならクマちゃん持ってかないと。クマ？テディベアみたいな。勘違いしないでよ。別に暗いのが怖いんじゃない。でもペピートに浮気したと思われちゃう。前もニディアから青いキリンをもらった時、ペピートがひどいこと言ったんだ。お仕置きが必要だった。キリンじゃなくてペピートにだよ。こいつバカにしてんのか。いや、こいつ本気だ。中身の成長が止まってる。アメリカの人ってみんな口が悪いの。今週アメリカ人を洗い流すんだ。まだ届いてないけど、まあ言葉遣いなんて全然気にしないよ。そんなことで人を判断したりしない。洗い流すって死体を樽に入れて火星ソーダで溶かすことだよな。うん、さあ銃を持った人たちにはこう呼ばれてる。エルポゾレロとかシチューメーカーとか。シチューな。やだ、やばいよ。やばいよ、マドレス。イニゴ・モラレス、地方裁判官。仕事帰りに姿を消した。オクタビオ・ロドリゲス、学生活動家。地元のバーの外で武装集団に拉致されいなくなった。ミラベル・カストロ、学校教師。サンタクルスにあるユニダット検問所で消えた。この子覚えてる。肌がツルツルで天使みたいだった。そんなのが今年だけであと1000人もいるのよ、このクズ。その一人一人全てに愛する人を失って悲しむ家族がいる。でもみんなもう死んでたよ。精神年齢は子供並みだな。よく分かってないらしい。記憶力も悪かったらただじゃおかない。あんたがあのドラム缶に突っ込んだ人たちの名前を全部教えて。時間はいくらでもある。分かった？うん、分かった。終わったら帰れるんでしょ？仕事が残ってるんだ。バカなやつも気味の悪いやつも平気だが、セットで来るとさすがにきついな。バカとは少し違う。精神の発達が遅れて死がどういうことか分かっていない。脳みそが空。襲撃後の対応で明らかになったのは、
麻薬組織で一番重要な機能とは利益を生むことだとラプラガが理解していなかったことだった。親父さんは何を？協力者です。見張りか？はい。仕事熱心じゃなかったようだな。わかりません。罪のない人々を殺すのは無益だ。損失しか生まない。最も必要な人々を遠ざけ敵の懐に飛び込ませてしまう。お前の本当の兄弟は誰だ？共に育ち、共に戦い、共に血を流し、共に栄光を手にした男か、それとも腹違いの弟の方か。ラップラガはやりすぎた。やるべきことはわかるな。エルムロに弟のけじめをつけさせるのが正しいと思った。情け深く手際よく始末する。映像で見たようにはしない。私は兄弟の番人ではありません。それが神の意志だ。逃げろ。だがエルムロは神の言葉に背いた。なのか。うまくつながってないんだ。そうだ、うちの